はい、皆さん、おはようございます。投資レストレスフリーライブ、よっちゃんです。今日は4月29日、午前8時10分、YouTube 録画しております。今日は、仮想通貨時価総額上位100、こちらを見ていこうかなと思います。まず、ちょっとね、見ていただくとわかると思うんですけども、ビットコイン、イーサリアム、バイナンスコインですね。こちらは今日はね、不動きという感じかなと思います。イーサリアムが30万を超えてきまして、今ね、4.4% 上昇、29万6千円となっております。30万の壁はね、結構厚かったなと私は個人的に思いました。なかなかこう、超えそうで超えない。やはり皆さんが意識された水準だったと思います。バイナンスコインもですね、一時期大暴落の時は4万5千円ぐらいまで確か一旦調整してたように記憶しておりますけども、今そこからまたね、6万690円ということで、何か6万円結構ね、意識されてるような感じはありますね。結構この辺も、またね、7万円、8万円と、なりそうな雰囲気ありますので、この辺も暖かく見守っていけたらなと思います。イーサリアム、バイナンスコインは結構他のに比べて、少し下げた時もね、他のに比べると下げ幅ちっちゃかったイメージがあるので、結構こう、ガチ勢が多いというか、握りしめてる方が多いなっていう感じはしましたね。わかりやすく言うとですけど。こう、売り物がなかなか他のに比べると少ないので、イーサリアムとバイナンスコインは他のが下げてもね、他のは売っても、この辺はちょっと持っておこうかなという判断された方が多かったのかもしれないですね。ということで、バイナンスコインより下のものですね、見ていきましょう。じゃあこちら、ちょっと一回止めさせていただきまして、リップルからちょっとね、簡単に見ていきます。はい、リップルが147円ですね。2.5%下落ということで。リップルもでもね、なかなかこう訴訟がある中、結構踏ん張ってるなというか、人気がやっぱりあるなっていう感じに期待されてる方が多いんだなって改めて思います。ただやはりね、裁判がまだ終わったわけではないので、慎重に行く方がいいかなって個人的には思ってるんですけども、ポテンシャルとかね、その辺が意識されて、あとは人気があるというところもあるし、こう、短期的にやっぱり上がりそうだなと思う方が多いのかなっていうふうには思っています。はい、その後、カルダノエーダですね。こちらが、2%上昇ということで、エーダも強いですね。今日上がってきたのが、ドージコインですね。17%上昇。34.6円ということで、この辺がまたね、こう、リード役というか、努めて、またね、40円、50円と上がっていけるようでしたら、結構他のあるところにもね、上がっていく可能性はあるのかなと思ってます。ドージコインは逆にね、下げ幅が結構暴落の時も多かったように思います。そこから反発力もね、ちょっと高かったので、ドージコインとちょっと iOS を似たような動きをしていたなと思うので、ちょっと注目しています。はい、その後、ドットは調整というか、ほぼ小動きですね。ユニスワップ、7%強いですね。こちらも上がってます。その他、目立つところをちょっと追っていきますけど、小動きですね。全般的に、マイルドな展開と言えると思います。ほぼね、5%以下ですから、株式のね、表を見てるように感じるのは私だけでしょうか。はい、今のところも本当に小動きかなというところ。はい、ネムも4%下落ですね。35円。チリーズも、小幅の上昇、1.8%上昇しております。はい、こちら上がってますね。15%。ちょっとざっくりいっちゃいます。ほぼ動きないですね。この辺も5%未満の、たまに6%ぐらいに下がってるものとかね、ありましたけど、ほぼ動きが今日は今のところないかなと。いう感じ。この辺12%上がってます。そうですね。ほぼ、動きが見当たらないなっていう。今、悪くないですけどね。こんなところで一回、じゃあ、これありますね。これポートフォリオには入ってましたね。はい。あれ、あれですかね。なんで入ってたのかちょっとわからないんですけども。何か他の持ってたから、付与されたのかなと思うんですけどね。ちょっとそれもよくわかんなかったうちに入ってて、ほんと少額なんでね、あれなんですけども。はい、ということで、ちょっと今懐かしいのを見つけましたが、ビットコインが、594万円、イーサリアム29万6800円。はい、ということで、
あります。この辺ですね。今日はね、本当に、ゴールデンウィークに株式とかもお休みなので、まあ、比較的ね、仮想通貨にこう、資金が集まったりとかするんじゃないかなと思います。こちらもね、温かく見守っていこうかなと思いますので、皆さんもね、ぜひ、今日はゴールデンウィークなので、ゆっくり体休めたりとか、ゆっくり、素敵なね、時間を家族と過ごしたり、友人と過ごしたり、パートナーと過ごしたり、ぜひね、ゴールデンウィーク楽しんでいただけたらなと思います。コロナのね、また患者数が増えたりとか、まあ、緊急事態宣言が出ている中なので、なかなかちょっと思うようにね、こう、ゴールデンウィーク、いつもと違うね、ゴールデンウィークになってしまっているんですけども、まあ、オンラインでね、いろいろお話ししたりとか、まあ、家の中でできることでね、ゴールデンウィークを逆に楽しむという形で、皆さんがぜひね、ゴールデンウィーク、素敵な時間を過ごせるように、これより応援しております。時にはね、仮想通貨のトレードもしてもいいかもしれません。ただね、本当に今日は、ゆっくり皆様が本当に休んでいただけたらなと、これより応援しております。ということで、この辺でね、今日の YouTube 終わりにしたいと思います。最後までご視聴、ご清聴いただきまして、本当にありがとうございました。